札幌コンサートホール来たらは、札幌市中央区にあるコンサートホール有料ホール百選選定。愛称の来たらは公募による。札幌市の音楽講師内村直子氏の発案が選定された。ギリシャ神話の芸術の神アポローンの楽器来たらと方位の北の意味が込められている。その音響は世界的と評価されており。 その一例として1998年にバーミンガム市公共楽団を伴って演奏に訪れた指揮者、サイモン・ラトルは近代的なコンサートホールとしては世界一と評した。北海道口発の音楽専用ホールとして中島公園に開館。札幌市が所有し同市の外郭団体である公益財団法人札幌市芸術文化財団が指定管理者として 運営管理を行っている。国内外の音楽家が集い、札幌から音楽を創造する空間、市民の教育の場としての空間を事業展開のコンセプトにしており、主催事業と歌手間事業を実施している。楽器の生の音を最大限に引き出せる、要音響を設計した世界水準のコンサートホールであり、すべての公演にチケットテーク、クローク、 座席への案内などを専門に行うレセプショニストを配置している。札幌公共楽団が活動拠点にしているほか、パシフィックミュージックフェスティバル、北海道吹奏楽コンクール、札幌アートステージの一環で行われる札幌スクール音楽祭などを開催している。来たらの音響設計では曲線の反射壁を客席に設置しており、北海道産の柔らかい木材を使用している。 また、オーケストラが発した音をホール全体に拡散させるため、ステージの上に軽量コンクリート製の反射板4枚を組み合わせた幅17メートルになる音響反射板を吊り下げている。大小3つのリハーサル室は、車音に配慮した浮き床構造になっている。中庭を一般開放しており、夏はオープンカフェとなり、冬はクリスマスツリーを飾る。建物内外には、 北海道出身の彫刻家、安田忠による三つの作品からなる愛響きを展示している。ありがとうございます。